ジョージ・グローブスは、イギリスの元プロボクサー、元キックボクサー、元 WBA 世界、スーパーミドル級、スーパー王者、ロンドン出身。7歳の時に、グローブスの非常に内気な性格を心配した父親に連れられキックボクシングをはじめ、ジュニアヨーロッパ王者、ジュニア世界王者になっている。その後、アマチュアボクシングへ転向。 アマチュア時代の戦績は76勝66勝10敗。66勝のうち40勝がストップ勝ちで強打を誇った。プロへ転向して、デビットヘイが主催するヘイメーカープロモーションズと契約を交わした。2008年11月15日、大ーニアリーナでデビュー戦を行い、6回判定勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。年月日、 マンチェスターのマンチェスターアリーナで、コモンウェルイギリス連邦スーパーミドル級王者、チャールズ・アダムと対戦し、6回2分51秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年7月31日、ネバダ州ラスベガスのマンダレーベイイベントセンターで、アルフレド・コントレラスと対戦し、6回48秒、TKO 勝ちを収めた。2010年11月13日、 マンチェスターアリーナでケニー・アンダーソンと対戦し6回2分35秒 TKO 勝ちで初防衛に成功した。2011年5月21日、レーニアリーナでブベブック英国スーパーミドル級王者ジェームス・デゲールと対戦し2回1分18秒 TKO 勝ちを収めコモンウェルス王座の2度目の防衛に成功ブベブック英国王座の獲得にも成功した。 フランク・ウォーレンと3年契約を発表し、プロモーターを変更した。2012年12月15日、ロンドンのエクセル展覧会センターで、元 IBF 世界ライトヘビー級王者グレンコフ、ジョンソンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めコモンウェルス王座の3度目の防衛に成功した。2013年5月25日、レイニアリーナで、ノエゴンサレスと WBA、 インターコンチネンタルスーパーミドル級王座決定戦を行い、5回51秒 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2013年11月23日、マンチェスターアリーナで WBAIBF 世界スーパーミドル級統一王者のカールフローチと対戦し、初回からダウンを奪う優勢な試合運びを見せていたが9回にフローチが反抗に、 転じたところで試合が止められ、プロ初黒星となる9回1分33秒、TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。しかし、リングサイドで観戦していたデビッドヘイや、アミールカーンが苦言を呈したほどレフェリーのストップが、早く、試合ストップまで3人のジャッジすべてが、グローブスの勝ちと採点していたことで物議を醸した。2014年5月20日。 ザウーラントイベントと契約を交わして所属選手になったことを発表。これまではエディハーンのマッチルームスポーツと試合ごとにプロモーター契約を交わしていた。2014年5月31日、ウェンブリースタジアムで WBAIBF 世界スーパーミドル級統一王者のカール・フローチと対戦し、8回2分34秒小負けをキッシュ王座獲得に失敗。 6ヶ月ぶりの再戦で仮を返すことができなかった。2014年9月20日、ウェンブリーアリーナで、クリストファー・レブラスセの持つウェブ欧州スーパーミドル級、王座並びに、空位の WBC 世界スーパーミドル級、シルバー王座をかけ対戦し、3から0の判定勝ちを収めウェブ王座の獲得に成功、WBC シルバー王座の獲得にも成功した。 2014年11月22日、エコーアリーナリバプールで、デニス・ドー・グリンと対戦し、7回2分54秒、TKO 勝ちを収め WBC 世界、スーパーミドル級、シルバー王座の初防衛に成功した。2015年9月12日、アメリカの MGM グランドガーデンアリーナにて、フロイド・メイウェザー・ジュニア VS、アンドレ・ベルトの前座で、 WBC 世界スーパーミドル級王者のバドゥジャックと対戦し、1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2016年1月30日、カッパーボックスでアンドレア・ギルイサと対戦し、5回1分55秒、TKO 価値を収め再起を果たした。2016年4月9日、オーオニアリーナでデビット・ブロフィト、 WBA インターナショナルスーパーミドル級王座決定戦を行い4回47秒小勝ちを収め王座獲得に成功した2016年6月25日オーオニアリーナで元 WBA 世界ミドル級暫定王者のマーティン・マレーと対戦し3から0の判定勝ちを収め WBA インターナショナル王座の初防衛に成功したこの試合は WBA 世界スーパーミドル級挑戦者決定戦も兼ねていたため、グローブスが挑戦権を獲得した。2016年12月8日、WBA が WBA 世界スーパーミドル級1位のヒョードル・チュディノフと WBA 世界スーパーミドル級2位のジョージ・グローブスにフェリックス・シュトルムの返上に伴う WBA 世界スーパーミドル級 スーパー王座決定戦を行うよう指令を出した。2017年4月21日、WBA は、WBA 世界スーパーミドル級1位のヒョードル、チュディノフと、WBA 世界スーパーミドル級2位のジョージ・グローブスに対し WBA 世界スーパーミドル級、スーパー王座決定戦を行う、要塞の指令を出し、勝者は、 WBA 世界スーパーミドル級正規王者との対戦を義務付けた。2017年5月27日、シェフィールドのブラモールレーンで、WBA 世界スーパーミドル級1位のヒョードル、チュディノフと、WBA 世界スーパーミドル級、スーパーを王座決定戦を行い、6回1分14秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2017年10月14日、 SSE アリーナウェンブリーで行われた WBSS スーパーミドル級準決勝で WBA 世界スーパーミドル級9位のジェイミー・コックスと対戦し4回1分42秒小勝ちを収め初防衛に成功 WBSS の準決勝に進出した WBSS 準決勝では元 WBA 世界ミドル級暫定王者で イボ世界スーパーミドル級王者のクリス・ユーバンク・ジュニアと対戦になった。2018年2月17日、マンチェスター・アリーナで行われた WBSS スーパーミドル級準決勝で、元 WBA 世界ミドル級暫定王者で、イボ世界スーパーミドル級王者のクリス・ユーバンク・ジュニアと王座統一戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め、イボ王座を獲得し、 WBA スーパー王座は2度目の防衛に成功、WBSS の決勝に進出した。2018年6月2日、ロンドンのオーニーアリーナでカラム・スミスと WBSS スーパーミドル級決勝を行うことが決まっていたが、グローブスが肩を負傷したことで延期された。2018年9月28日、サウジアラビアジッタのキング・アブドゥッラースポーツシティで行われた WBSS スーパーミドル級決勝でカラムスミスと対戦し7回 TKO 負けを喫した。2019年1月28日現役引退を表明した。ありがとうございます。